皆様こんにちは。今回は iOS 版 Google アプリでシークレットモードを利用した検索を行う方法をご紹介させていただきます。 iOS 版 Google アプリはバージョン19のアップデートでシークレットモードを利用した検索を行うことができるようになりました。シークレットモードを利用すると検索内容や回覧履歴が保存されないため、完全にプライベートな検索を行うことができます。iOS 版 Google アプリでシークレットモードを利用するには、まずシークレットモードをオンにする必要があります。シークレットモードをオンにするには Google アプリの設定から行います。このほかフォースタッチにも対応していて、 iPhone6S などの機種で Google アプリのアイコンを強く押すことでメニューが表示されるので、そこからシークレットモードをオンにすることもできます。シークレットモードをオンにすると Google アプリのホーム画面の背景が暗くなります。あとは通常通り検索を行うだけです。 Google アプリのシークレットモードをオンにすると、設定にシークレットモードの設定項目が現れ、そこからシークレットモードのタッチ ID を有効設定と、シークレットモードで Google の位置情報を送信するかどうかの設定を行うことができるようになります。ちなみにシークレットモードのタッチ ID を有効で設定をオンにすると、アプリを終了してからしばらくして再度 Google アプリを起動し、継続してシークレットモードを利用する場合にタッチ ID による認証が必須となります。つまりシークレットモードのタッチ ID を有効をオンにすることで、端末の持ち主以外はシークレットモードの利用をできなくすることができるわけです。ぜひ参考にしてみてください。以上、 iOS 版 Google アプリでシークレットモードを利用した検索を行う方法のご紹介でした。